リーノ役のジェームスです。5月20日にカテキョーヒットマンリボンザステージ VS バリアーパート2のブルーレイ &DVD が発売されます。イエイ。はい、今回のバリア編パート2なんですけど、前回のパート1から引き続き、素敵な作品となっております。皆さんの大好きなバリア編、こちらも今回も盛りだくさんになってますんで、皆さんぜひ楽しみにしててください。そして2020年11月には、カテキョーヒットマンリボンザステージシークレットブレッドの上演が決定しました。イエーイ。はい、というわけで、前回のバリア編を終えて、また続きが11月に、上演されるということなんですけど、今回はなんと小説からのお話で、なんとディーノの過去編が皆さん実写でステージの上で見れることになりました。おそらく多分この原作もの 2.5 周りの作品の中で小説を切り抜いて上演するってことは多分僕が知ってる限りはあまりないので、今回どんな形になるか分かりませんが、最後まで全力でリーノさんではなくリーノくんをしっかり演じていきたいと思います。皆さん楽しみにしててください。またね。